オレク・タクタロフは、ロシアの男性総合格闘家、俳優、ソビエト連邦合理機州アルザマス16出身、フリーランス、柔道黒帯、柔術黒帯、UFC6 王者、世界三歩選手権で2度優勝。また、他にも様々な武道、格闘技をバックボーンに持つ。1995年7月14日、 UFC6 トーナメントに出場。デーブ・ベネトゥー、アンソニー・マシアス、タンク・アボットを破りロシア人初の優勝を果たした。1995年9月8日、UFC7 のスーパーファイト選手権試合で、ケンシャムロックと対戦し、時間切れで王座獲得に失敗した。1995年12月16日、アルティメット・アルティメット1995トーナメントの 決勝でダンスバーンに判定負けし、準優勝に終わった。1996年5月16日、パンクラスで初来日。日本武道館大会で柳沢隆史と対戦、判定負け。1997年10月11日、プライド1でゲイリー・グッドリッチと対戦し、小負け。1998年、 ナショナルフリースパリングに出場してからは、俳優業に専念。2007年11月30日、バドッグファイトにおける、約10年ぶりの総合格闘技復帰戦で、ジョン・マーシュと対戦し、膝十字固めで一本勝ち。引退後は、ロシア MMA 連盟の代表を務めている。ありがとうございます。